建築家の石上純也です。東京ベースに活動してます。今年のサーペンタインの建築家に選ばれて建物を作ることになりました。サーペンタインのこの敷地がハイドパークっていう、公園の中にあるっていうことだったので、建築を独立的にそこの場所でこう作りたいというよりは、ランドスケープの一部として、建築を作りたいというふうに考えてました。僕が着目したのは、すごく古くから伝わる、建築の技術を使った建物で、そういう建物というのは、世界中どっかしらで何か似通ったものがあるんじゃないかというふうに思っています。石で作られた屋根というのは、日本でもありますし、同時に中国にもある、それと同時に、ヨーロッパでもあるわけですけど、そういうその古い技術で作られた建築というのは、その技術そのものが世界中何かしらの共通性を持っているというところに着目しました。そういうわけで、今回石を使って建物を作ろうというふうに考えたわけですけど、それを今回のサーペンタインの敷地に合わせようとしたときに、スレートという素材は、イギリスで多く簡単に手に入る素材だったので、それを利用することによって、あるこの場所でのドメスティックな雰囲気を作れると同時に、さっき言ったような古い技術を使うことによって、場合によっては世界中どこでも共通するような空間の感覚を呼び起こされるようなものを作れるんじゃないかなと思ってました。何かそのランダムな形のものをランダムに並べていくことによって、何かこう人工的な雰囲気を超えたある自然らしさというか、そういうものを作りたいというふうに考えてました。実際、出来上がったものを見ると、石の丘のようなものに見えると思うんですが、僕はそれだけでこうイメージがとどまるというのだけではなくて、もっとそのイメージを拡張するような、そういうものを同時に意味として持たせたいというふうに考えてました。場合によっては黒い鳥が空を舞っているようにも見えるというふうに考えていて、例えばその石が羽毛だったりとか、屋根が翼にこう見えてきて空を舞っているようなイメージで建物ができたらいいなというふうに思ってました。当然建物の中に入った時に、心地の良いその体験をこうしてもらいたいと同時に、建物を外から眺めた時には、建物そのものがあるこう景色の一部になっていくようなことになったらいいなというふうに考えています。